また1番と2番と同じ問題で 2x 乗プラス 4xy マイナス y 次乗マイナス 20x マイナス 8y プラス32が0。これを簡単にしましょうって問題です。でゆっくりいきます。 a イコール222マイナス1に対応しますね。でこれもう行列式取らなくても行列式ゼロないって分かりません、ね、行列式ゼロだと例えば1列と2列平行にならなきゃならないけどだったらですねいいですか。まあいいですね。だから対化してないわけですね。で固有多項式を計算すると、これですけど、どうですか。それでラムダ次乗、マイナスラムダですか、でマイナス6ですから、マイナス2引く4でマイナス6でラムダマイナス3と、ラムダプラス2ですから、でより A の固有ベクトルはベクトルはラムダイコールマイナス2と3の順序にします。いいですね。ちなみに行列式は A の行列式見てわかるけど、これマイナス2引く4でマイナス6で負ですね。だから双曲線でやつ分かりますね。これ見て要するに固有値が符号違いますね。だからまあそれと行列式が負だってことと必要順条件でしたよね。でだからこれまあ多分双曲線が出るんじゃないかなというふうに分かっちゃうわけです。それでどうするんだっけ。それで次に固有ベクトルを求めましょう。どうするんだっけ、そうするとここに入れるとマイナス4マイナス2とマイナス2、これが固有ベクトルの満たす方程式で、もうこれ1行と2行平行ですね。だからこれ 2x プラス y が0でいいですか。まあですからもう固有ベクトルは固有ベクトルはどっちを消すかな、分かんないな。y がいいですか。x マイナス 2x でこんな感じですか。で、ラムダイコールなんだっけ3の時は、まあ例によってここに3入れますね。1マイナス2とマイナス24の xy でが0って言うんで、x マイナス 2y が0ですか。だから2yy でいいですか。そうと y の21ですか。でそうすると1マイナス2を90度回転、2分の π 回転したのは21になりますから、これで大きさ1にしちゃうと即回転行列できちゃいますね。ですから R はルート5分の1の1マイナス221、これを使います。これを使うことが分かります。それでいきますと、ゆっくりいきますね。 ですからちょっともう一回二次式移しますね。 2x 次乗プラス 4xy
マイナス y 次乗マイナス 20x マイナス 8y プラス32が0ですか。あ、すごいのになっちゃいますね。で、あのこれを座標変換して xy イコールルート5分の1の1マイナス221グジエーターとしましょう。で、変換します。変数変換します。そうしますと、固有値はマイナス2と3でしたから、ここの部分、2次の部分はすぐ計算できて、マイナス2倍のグジー乗プラス3エーター乗になりますね。で、であとはあのマイナス20倍の、ルート5分のグジープラス2エーターですか。まあ、ちょっとカッコつけたらいいかな。これこうしますか。で次あのマイナス8倍のマイナス2倍のグジープラスエーターオーバールート5プラス32が止まりません。そうすると大変だ。でこれを真面目にあの計算するとどうなりますか。グゼーは どうですか。グゼーは28ですか。あ違う、なんだっけ、プラス16ですね。プラス16ルート5分のはあるんですけど、ルート5分のいくつでしょう。ここはマイナス20ですね。それからこれはあのプラス16ですから、プラス16でマイナス4ですか。それでこれマイナス40 と、マイナス4エーターの方はマイナス40 と、マイナス8が見えますか。だからこういうことが分かりますか。エータープラス32が0ですか。もう一回計算しましょうか。マイナス40とマイナス8でマイナス48、それからグジーの方ももう一回計算するとマイナス20とプラス16でマイナス4000、まあ、こんな感じですか。でそうすると、これマイナス2倍のどうですか。グジー、マイナスルート5分の1かな。で合ってますね。あ、これプラスですね。クロスするとルート5分の合ってますね。で次プラス3倍のこれ16エーターマイナス、これ3でくると16で8ですか。これの次乗ですか。プラス32で何が消えるかというと、次乗するとこれ5分の1 でマイナスが出るんだからプラス、5分の2ですか。こっちはあの、とんでもない数が出ますけど、引くことの、8波64、あすごいな12サブ6192、あすごい数が出ます。192になります。で、32の5倍160ですから、160と192を引くと32ですか。32、もう一回計算すると5倍で160でしょ。160で192引くと32残って
マイナス5分の32で、マイナス、これは、マイナス5分の32に5分の2加えたらマイナス5分の30ってこれマイナス6になりますね。ああよかった、きれいになって。で、ですから、座標変換もう一回して x を、グジーマプラスルート5分の1y イコールエータープラス、間違えてた、マイナス、ルート5分の8と置く とすると、で出てくるのはマイナス 2x 次乗、プラス 3y 次乗、マイナス6がイコール0という、あのこれは双極線ですね。これが出てきますとなります。まあ、これで十分です。じゃあ、まあこんなもんにしましょうか。まあ大変でしたね。まあ、あのネタは多分、あのというか、あのネタはどうせ、あのもちろんこういうとこから始まるんですよ。それだけですよ。それでは、あの今日はここまでにしましょう。